さんこんにちは。イオンモール川口に来ております。今日ねポポンレッタという鉄道模型の店に行きたいと思います。ここねレンタルレイアウトをねちょっとやってみたいと思います。ポポンデッタの、ね、レンタルレイアウトね、あの上段と下段があります。どこのポポンデッタもそうなんですけどね。で下段の方がねあのこの分っていうかなあの多分長めになってます。その分ちょっと料金もね50円100円ぐらい高いんですけど、今日土日なんで下段が800円かな、上が700円なのかな。平日だと上が400円下が450円って感じですね。で今日は8番線します。1、2、3、4、5、6、7、8です。8が78が多分一番外側だから長いんだと思いますね。料金は一緒ですからね、あの空いてれば7番線8番線がおすすめです。ここにねイオンのねイオンモール川口の模型がありますね。すごい。あとはね今走ってるこれはねデモ車両ですね。だから色々昔ながらの街並みが再現されています。3456がね高架ですね。1278が、在来線向けって感じかな。地上です。まあ、高架の方がね、多分新幹線に対応するということで、ホームがね、長くなってます。16両ぐらい入るんじゃないかな。在来線はどうなんだろう。10両ぐらいかな。ちゃんとね、なんだろう、照明も入ってるのが、3F だな、これ。埼玉新都市のやつかな。102。あとはね、トンネルもねあります、1、2番線だとトンネルがないんで78だとおすすめですね。一番海が再現されてます。ということで車両はねレンタルできます。持ち込みももちろんできるんですけどレンタルもあります。でねまずはねE235 の総武線にしました。最新型の車両ですよね。20分でね1500円、1時間だと3000円のレンタルだそうです。なんで線路はね1時間レンタルなんで20分をね3回、だから3編成楽しみたいと思います。ということで、どうしようかな。回すと動きます。多分。動きましたね。重量。とりあえず一周させてみよう。その間に、ね、説明するって。ポポンデッタの、ね、レンタルレイアウトってね、大体ね8番線なんですけど、本線とね引き込み線が何をするのかっていうとね車両を並べる用のね、線路になってます。
なんでね、引き込み線で車両を並べて E235 の、ね、15両は、多分高いからってことだと思うんですけど、スタッフの人が、ね、並べてくれます。自分で並べるではなくて、スタッフの人が並べて片付けてくれるということです。引き込み線で、ね、並べた車両を走り出したら、でこのポイントですね、ポイントを本線側に切り替えないといけないんですけど、それがねここですね。これかな、ほらやべ間違えた、大丈夫かな、いけるかな、これいけるかな、これあ、なんかこっちがね対戦のってやつで、これがねここですね、これがホーム側対戦側っていうのは多分ホームのここになるということでね、ちょっととりあえずしたいと思います。そうするとホーム側に入っていきますよね。こんな感じです。ホームには、ね、入らないのかな、多分ホームに入らないっぽいですね。さすがに長すぎるんでね、逃げますね。ホームはなやっぱ10両ぐらいしかないのかな。ということで、ちょっと車両を、ね、詳しく見ていきたいと思います。ちょっと一旦バックしよう。そう、方向の切り替えがねこれです、ね、これでできます。そうすると逆側に、ね、走り出します。ちゃんとカントもついてんだな。カーブの時に車体が傾きます。よし、行きます。ちゃんとね前哨灯もつくんだな。行き先はね横須賀線、総武線普通になってます。行き先はこんな感じ。11号車が先頭になってる。10号車、ちょっとあれやな、投げ直した方がいいかな、これ。編成でね並べ直してもらいました。グリーン車も入ってます。最初はね、上血4両で、後ろがね、基本編成の11両編成ですね。内側に行ってみたいと思います。入らないな。
ここ本当は1号車どれだ、多分合成表示がないんだ、トミックス、カプラーのトミックスなのかな、2号車どれだろうな、これを開けたい、大丈夫ですか、薬じゃない、あ、大丈夫です、開けるこれ使ったので、それを使っていただけたら、もう使われます6号車がね、6飛び出すのだと思うんで、それと、あの、これも使っていただいたら助かります、あの、アンモリーは言えますよ、どうぞどうぞ、はい、ありがとうございます、あと、アンモリーだと距離が出ちゃうんです、今が、あ、そうですね、これだとちょっと開けちゃいますもんね、そうそう、だからあんまりかっこよくないのに、ダメリーなんか、私の方がなんか、あれ、すごい真ん中ですか、中古なんですけど、これ、経験今は見られないですからね、とっくに引退してますからね、川口といえば経験と癖です、
周りももちろん楽しめます。で、京浜東北線で田端から品川まで副区線ですからね、逆側でも、ね、違和感はないですよね。続いての方向の分解線、うん、終了車どっちゃ、これもね、トミックスっぽいな。トミックスかマイクロですかね。ね、パンタッタさんはね、あの、なんだっけ、取り外してあるそうです。どうした？これ動力差だな、重いな。行き先表示は新木場になってる。新木場見えるかな。
冗談はこんな感じで鉄橋とかあるやっぱでも冗談の方が短いですよ。ということでね、レンタルレイアウトの紹介でした。なかなか家でね、あの規模のレイアウトね、場所も取りますしね、作るのも大変ですし、ね、はい、鉄道模型好きな方はぜひ利用されてはいかがでしょうか。ということで、ポポンデッタイオンモール川口店の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。